はい、こんにちは、ハチです。今回はグラキリスの実生の10月の管理方法を紹介したいと思います。この企画なんですが、1年間を通じてその月の管理方法を紹介するという趣旨になっていて、今回で3回目となります。で、前回のこの実生の動画は7月、8月分だったのですが、9月は動画を出すことができていませんでした。皆さんもご存知の通り、パキプスの発根管理がうまくいっていなかったこともあり、どうしても動画撮影のモチベーションが上がりませんでした。楽しみにしていただいた方、申し訳ありませんでした。はい、ということで改めて進めていきたいんですけれども、10月の管理のポイントは温度の調整です。最初に結論を言ってしまうと、僕の場合は基本は屋外で管理をするのですが、夜間10度を下回る日だけは夜だけ室内に入れるという管理を行っています。詳細については後ほどお話ししたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。はい、まずはですね、僕が管理している未生1年目のグラキリスを見ていただこうと思います。はい、こちらが5月に種まきをして5ヶ月間が経過したグラキリスの実生ですね。前回夏前に紹介した時はまだ肌の色が紫がかっていたんですけれども、もうすっかりですね、木質化が進んで全体的にかなり白っぽい色になってきました。で、夏の間はそこまで変化はなかったんですけれど、秋になって寒暖差がついてきたこともあって、最近徐々に反り出してくれています。はい、ついでにこれは未生2年目のグラキリスになります。まあ、いくつかあるんですけれど、その中でかなりうまく育っているものをお見せしたいかなと思います。まん丸で有望株かなと思います。こっちもですね、全体的に緑がかっていてすごい可愛いですね。はい、あとこれも見ていただきたいんですけれど、右側に写っているこいつですね。こいつが僕が春先にこの中のエースとして紹介した株ですね。で、春先はまあこいつが一番いいかなと思っていたんですけど、左側の先ほど紹介した株、こいつがですね、春先には全然注目してなかった株なんですけれど、ひと夏を経て、まあ、急激に成長してきてくれまして、右側の株と比べても大きさも形も、全然違いますね。左側めちゃめちゃかっこいいですよね。まあ、半年経っただけでこれだけの成長を見てくれる株があるっていうのが実生の面白さかなと思います。はい、ということで僕が育てている実生1年目と2年目のグラキリスの実生をご覧いただきました。はい、それでは10月の管理方法についてお話ししていきたいと思います。はい、まず最初なんですけれども、一応ですね、種まきと植え替えについてもお話しておこうと思います。まず種まきについてなんですが、この時期に種を持っているという人はほぼいないかなと思っています。種まきの適温は25度から30度、まあ、最低でも20度以上は必要なので、もし種まきをするのであれば温室で管理することが前提となります。ただ僕は冬に温室で発芽させたことはないので、今回の動画では種まきの説明は割愛させていただきます。次に植え替えについてなんですが、こちらも気温が下がってきているので、これから植え替えをするのは、例えば鉢をひっくり返してしまって植え替えをしなければいけない、まあ、そんな理由がない限りやめておいた方がいいと思います。はい、続いて今回一番大事な置き場所についてです。10月は徐々に気温が下がってくるので、暖かい日は屋外で管理をする一方で、気温が低い日や夜は室内に入れてあげることが必要になってきます。まず前提として、僕が気温が下がってきた10月でもギリギリまで外で管理するようにしている理由をお話したいと思います。まず1つ目は、秋の昼と夜の寒暖差によって株が太りやすくなるからです。これは開根植物をやっている方はよく言うことなんですが、先ほどのうちの株も秋になって目に見えて太ってきました。開根が秋に太る理由の一つが昼と夜の寒暖差と言われています。やはり良い形に育ってほしいので、できる限り外で寒さに当てるようにしています。2つ目の理由なんですが、外で管理を行い、できるだけ寒さに当てることでしっかり休眠をさせるためです。
冬の間植物を休眠させることで成長が止まり、日照条件が悪くなる冬に徒長するのを防ぐことができます。最近では高性能な植物用 LED が増えてきたため、室内でも日照条件を整えられる人はいると思いますが、個人的には季節ごとの植物の成長サイクルは崩さない方が良いと考えています。そこで実際に室内に移動させる時の気温の目安についてです。僕は10度を基準にしています。東京も10月の後半には夜に10度を下回る日が出てくるので、僕の場合は10度を下回る夜だけ室内に移動して、朝になったらまた外に出すというのを繰り返しています。これが1回10度を下回ったからといって、その日を境に次の日からずっと室内で管理した場合はなかなか休眠してくれません。ギリギリまで植物に寒さを感じさせることでしっかり休眠してくれます。室内の管理環境ですが、日当たりの良い窓際がおすすめです。外からの日の光が当たればいいですし、日照条件が良くない場合は植物 LED で日光を補ってあげましょう。また室内ではサーキュレーターなどを使用して風通しを良くしてあげることがとても重要です。室内は空気が動きづらいためにサーキュレーターを使って根腐れを防いであげましょう。次に日当たりについてです。10月の日差しはちょうどよく、遮光は必要ありません。冬越しをさせる体力をつけるためにも、なるべく長時間日光に当てて光合成を促しましょう。室内で管理する場合は先ほどお伝えしましたが、日当たりの良い窓際がおすすめです。日光が足りない場合は植物用 LED を使用してください。続いて水やりについてです。僕の場合は本葉が生え揃う1ヶ月半ぐらいで腰水を中止しています。10月の水やりは特に難しく考えず、土が乾いたらたっぷり水やりをすれば大丈夫です。土の乾き具合は土に爪楊枝を刺してその湿り気具合で確認する方法が簡単です。なお葉が徐々に落ちて休眠に入っていくのに合わせて水やりの量と頻度を下げていきましょう。休眠初期と休眠中の水やりについては11月号で詳しくお話しします。はい、続いて肥料についてなんですが、これはいつもお話ししている通り、未生1年目では肥料は使用していません。肥料を与えると成長は早くなるのですが、分け身が出やすくなると言われているからです。はい、それではまとめに行きたいと思います。まず種まきと植え替えはこの時期は避けましょう。置き場所は屋外管理が中心で問題ありませんが、10度を下回る日の夜は室内に移動させましょう。日当たりは屋外であれば遮光はいりません。室内の場合は日当たりが良い窓際か、日照が足りなければ LED で補いましょう。水やりは土が乾いたらたっぷりあげましょう。徐々に葉が落ちてきて休眠に入り始めたら、水やりの量と頻度を下げましょう。肥料については丸く育てたい場合は未生1年目には必要ありません。はい、せっかくなので未生2年目のエブレネームと隠しペースも持ってきました。左側がエブレネームですね。ここ1ヶ月ぐらいでぐっと大きくなった気がします。エブレネームは簡単に丸く育ってくれるので、やっぱり育てててすごい楽しいですね。で、右側が隠しペースなんですけれど、これが以前紹介した2頭の隠しペースですね。いい感じに2頭の状態をキープしてくれて育ってくれてます。こいつも今後に期待したいと思います。はい、ということで今回はクラキースの未生の10月の管理方法についてまとめてみました。10月のポイントは外で管理できる気温と室内に入れて保護をする気温を見極めて、できるだけ長い期間外で管理をしてあげることが大切です。外の日光と寒暖差でクラキースもぐっと太ってくれて最後の成長を見せてくれますので、天気予報の予想気温をしっかりチェックして管理してもらえればなと思います。はい、それでは次回は11月の管理方法の動画ですね。徐々に休眠に入ってくるので水やりの頻度についてお話しできればなと思います。それでは今回の動画は以上です。もしよかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。